信長の予防大使 with パワーアップキット実況を始めていきたいと思います。前回ですが、手取り城を取ったところ、織田とは戦争中もうすでに9ヶ月くっそ長い戦争をやってるんですけど、織田が戦で、人が討ち死にしてしまって織田が激怒中、講和してくれません。戦争終われないです。かなりきつい状態ですね。どうしようかな。きついよ、これ。民中がマイナス12。いやー、えげつない。いやー、どうすっかな。どうするもこうするもないんだけど、とりあえず、任命と、ひげとも、まあ、ひげともでいいか。ひげともで、ひげともとひげかねがいるんですね。確かね。何人か、こっちの方にも送っておきましょう。移動元。石膏とか、石膏多いなぁ。ほんと石膏多いわ。石膏送っといて、何も取らない、金も兵糧もないな。1月やけど、1月やけど金も兵糧もないという状態。4000、とりあえず織田が許してくれないので、待ちましょう。時を進めましょう。むむ。むむむ。北条が大きくなる。まあ、いつものことで北条が大きくなるのは。相馬も登ってきた。お、お金がもらえたよ。お金がもらえたよ。我が領内に敵が迫っております。そして来るんだね、14000。そして14000が来ると、そうがないんだよ。24日、兵糧は1を持つ。ひげともひげかね。いやー、つらいなー。
ケットも金はそんなにいらない。やっぱり月で増やすで、この坂辺の地下をちょっと増やして、6800で大谷隊を迎撃しましょう。先に行くぞ、ついてこい。いやー、終わらないね戦。報告いたします。先月の終始です。ゲチを。いや無理だって、無理だって。ここってでもだ、怖いのしてくれへん、してくれへんねんって。小田さんが分かってるよ。なんとかこっちだってなんとかしたいんやけどな。闇取引いきます。格の違い見せてやるよ。闇取引して、取引を行いましょう。ちょうど買って、ありがとうございました。ちょっと売却して、鉄砲買います。取り計らいます。ありがとうございます。で、転売地をやって先進めましょう。天も人も俺に背くことは許さぬ。さあ一戦行きましょう。小畑の戦い、6700対4600。まあ2000差の差。ただスペック的には相変わらずです。全鉄砲強いです。133の115、124の92、120の95。うわあ、まあ、強えね。強えですよ。さて、強いんだけど、どうすっかな。すげえんだけどな。まあいつも通りっていう感じですね。うずめびを置いて、沼を置いて、おとり挑発だね。来年サダユかな、位置変更。こうかね。で、奈落がどっかに行け。行くぜ、いざ参る。さあ始めようか。覚悟しろ、いざ進まん。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。後ろに下げ、アリペアトリ戻し金、これほどと
見えたぞ。雨。左に寄ってるな。全体的に左に寄った。ご命令を。覚悟せよ。敵の居所知れましたな。ご命令を始めるぞ。敵の居所知れましたな。見誤ったか。ご命令を。覚悟せよ。お覚悟願います。ゲッチ、いざ進まん。ご命令を。ここはあえて始めるぞ。叩き潰せ。やりたい。前へ。耐えるんや。ご命令を。覚悟せよ。やりたい。前へ。敵の居所知れました。やりたい。前へ。始めましょうか。我らの勝ち揺るがぬぞ。魚で引っ張ってきます。覚悟せよ。ゲチよ、はい、始めるぞ。ゲチよ、覚悟は良いか。始めるぞ。ご命令を。いざ進まん。やりたい。前へ。叩き潰せ。お覚悟願います。いざ進まん。やりたい。前へ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。始めるぞ。始めるぞ。やりたい。前へ。ゲチよ、お覚悟願います。ゲッチ、いざ進まん。突きあり。叩き潰せ。始めるぞ。覚悟しろ。始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。その首もらい受ける。ゲチ、始めるぞ。練り上げし我が部トクトミよ。お、もう出ないか。お覚悟願います。ご命令。覚悟せよ。この戦これで終わらせる。バカ、ありえん。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令。始めるぞ。いざ参る。さあ始めようか。いざ進まん。今は引こう。力負けするとはな。このままでは。これこれと。はい。我らが敗れるとは。正々堂々勝負せよ。攻撃力193。ご命令を。覚悟を。やめな。始めるぞ。ご命令。でもな、沼にでハマってるとな、いくら攻撃力を高めても無駄なんだ。上がってるかい。始めようか。始めるぞ。上がってるかい。やりたい。前へ。今ぞ。やりたい。前へ。投げ払え。深くを取ったか。勝つなんてことは分かっていたさ。
あ、戸田さん。突撃持ち。なかなか。なかなかな人が入ったな。片付けない。まあ今回、騎乗ね。兵糧がねえんだよ、兵糧が。というか、壊して。壊して。壊してください。報告いたします。春。とりあえず壊して。頼むから壊して。先月の収支です。ご命令を。悪いんだよな。かしこまりました。どこもかしこもな、悪いんだよな。かしこまりました。親切。また吹き飛んだボールを再び立て直します。承認待ちも立てる。かしこまりました。で発展承認待ち。ここの防塁も鍛えておこうか。承闇取引取引を行いましょう。だから仰せの通り。ありがとうございました。ちょっと取り計らいます。で勝って取り計らいます。打って取り計らいます。勝って仰せの通り。打って仰せの通り。勝って取り計らいます。打ってかしこまりました。で、鉄砲買います。仰せの通り。ありがとうございます。だいぶ兵糧が増えてきたね。今の成功率すごいな。今の成功率すごいわ。戸田さんは青にしておく。片付けない。ね、戸田さんね。で剣を青にしておこうか。片付けないことです。で、青にできる人は青にしておこう。片付けない。青にできる人は青にしておいて、おたをこっちに移そうかな。太田を、いや、戸田さんをこっちに移そう。はっ。これでなんか来てるぞ。原稿録なんかあんの。原稿録なんて誰の原稿録よ。大した原稿録ではないわ。まあこれで次壊してくれない。なんか違うって。壊してくれないかい、小田さん。あ、来た。かしこまりました。コアの使者送ったよ。民よ、ようやく平和が訪れる。
紀州に平和が訪れるで。ほら、ようやく平和になった。紀州が平和になった。よかったよかった。平和になって早速上杉を攻めるほだ。この繊維でよく攻めようという気になるな、織田さん。不参加です。おや、報告いたします。先月の収支です。これさっきの闇取引の影響やな。これやな、闇取引でガンガンやってこれ。さて、表情を始めようか。策がございます。次に備えるで、次に備えます。軍事論議、あ、重秀で出るようになったんやな。大名発言取ったわ、取ったみたいや。もっと昔から大名発言取った。軍事論議、商業軍事やな。雷電、勇者雷電が輝きを取ります。よし、表情は終わりだ。竹束欲しいな。対鉄砲防御、対鉄砲防御欲しいです。織田とやるときやな、結構役に立つやろ。かしこまりました。でだ、闇取引中やな。闇取引中やな。最後の闇取引やな。取引を行いましょう。商業の前に開発先やろ。開発で、優先するべきは、新設、梶村やな。安全圏に梶村作っています。かしこまった。かしこまった。は、安全圏に梶村を作っていく。ここ安全圏なんで、多分攻められる、攻めてくることないねん、この辺。だからこの辺の施設っていうのはほぼ壊れない。この辺で、鉄砲を大量生産を行いましょう。鉄砲の大量生産をこの辺で行って、軍事力を高めていきましょう。っていう感じになります。900か。取引を行いましょう。お米を買いましょう。うぎゃー前回調子に乗ったからやな前回調子に乗ったからやな。プラスチック米がフォーンとポーンと来た。ポーンと来たね。ポーンと来たよ。ポーンと来た。鉄砲の大量生産のために、クロクはやりたいんだけど、できないね。できないね、クロクはね。鉄砲大量生産したいんだけど。まあ、行きましょう。次、先へ進んでいきます。教祖閣と公の学校は、報告いたします。先月の収支です。ご命令を。
あんだけ必要に来てればそれは知ってるよ。長宗壁ともっと新鮮をできればな、婚姻結びたいんやな。できれば婚姻を結びたいんだよ、長宗壁と。姫とかおらん？姫とか。まだ生まれてない。アシナ、徳川、織田。織田にお市がいる。松姫。ボール一切打つ。かしこまった。そして鉄砲の大量生産をしたいんだが、鉄砲の大量生産承認待ち。この辺作ってもここが戦場になるから、ここが戦場になる以上、この辺に作っても無理なんだな。毛鼻か中郷に城作ったらそっちに来てくれるんかなーって感じ。ここ作っても意味ないんだよな。手取りには来ないのかな。そやつ。ほっ。チャリア作っといて、で、闇取り。格の違い見せてやるよ。格の違い。取引を行います。闇市へ行くのは格の違いだ。ありがとうございました。かしこまりました。はい、取り計らいます。あかんかった。まあ兵糧の転売部分が成功しただけで、兵糧買うのに成功しただけでよしとしましょう。はい、毒ガス報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はい、6月夏になって次、岸和田だな。筒井は放置でしょう。筒井は放置です。次、岸和田でしょう。狙うとしたね。狙うとしたら多分、岸和田、高屋、行って、筒井の方を狙っていく感じかな。こういう領土にしたい。で、筒井やったら次石山ごぼうとせないだろうな、簡単には。まず一つ目、次、まず一回目の壁は最初を乗り切ることですね、これね。最初を乗り切ること。次の壁がおそらく石山ごぼうをどう落とすかになるんだろうな。まあ最初の壁は乗り越えた感じです。非常に安定するところまで行ったかなっていう感じ。まあこれを起点に次は岸和田狙っていきたいと思います。本日の実況ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。